マントルは 3D ゲームを対象としたローレベルレンダリング API である。アドバンストマイクロデバイセズが EA Digital Illusions CE と共同で2013年より開発を開始した。ダイレクト 3D およびオッパングルを代替するものとして設計され、主としてパーソナルコンピュータ向けであるが、プレイステーション4と Xbox One に搭載されている GPU もサポートする。AMD によると、ダークテックス12もしくはクロノスグループによるマントル派生のベルコン API によってマントル1.0の置換が可能であることから、マントル自体は2015年3月以降、別の領域にフォーカスをシフトするとされている。2015年3月までの2年間はデバイスドライバーによるサポートが行われていたものの、 マントル API 使用自体は一般公開されていなかった。マントルが開発された背景には、従来から PC 向けのリアルタイム3次元コンピュータグラフィックス API として利用されてきたダイレクト 3D およびオッパングルは、コンソール環境とは違って抽象化、共通化、標準化が重視されるために API コールのオーバーヘッドが大きく、またレンダリングにマルチコア CPU を、 最大限活用することができないといった問題を抱えていたことが挙げられる。これらの問題は特に AAA タイトルのゲームソフトウェアのように厳しい最適化が要求されるケースで大きな悪影響をもたらす。マントルにおけるドローコールの改良により CPU がボトルネックとなっているケースが緩和される。マントルの設計目標は ゲーム及びアプリケーションが CPU と GPU を効果的に利用すること、API によるコマンドの評価、検証のオーバーヘッドを減らし、マルチコア CPU でのスケーラビリティを向上させることで、CPU のボトルネックを取り除くこと、より高速な描画ルーチンを提供すること、そしてダイレクト 3D やオパングルが有するハードウェア、抽象化の一部を取り除くことで、 より詳細なグラフィックスパイプラインの制御を可能にすることである。なお、マントルはハードウェア制御のいくつかを API からアプリケーション側に移すことでアプリケーション開発者による詳細かつ直接的なハードウェア制御を可能にする反面、ダイレクト 3D、オパングルのようにコードに抽象化された API を利用する場合と比較して開発工数が増加する。 可能性が存在することからゲームアプリケーション開発者用というよりはむしろゲームエンジン開発者用との指摘もなされている。マントルの登場後、ローレベルを施行した新世代のグラフィックス API として、アップルのメタル、マイクロソフトのダークテックス12、そしてクロノスのベルコンが次々に発表された。 ダークテックス12に関してはマントルに触発されて開発が始まったことが示唆されており、またベルコンに関してもやはりマントルを要素技術として取り込んだことが発表されており、マントルは新世代のローレベル API の先駆者となる役割を果たした。基本的な実装の背景として、マントルは CPU が制約要因となっているようなシナリオにおいてパフォーマンスを改善するために設計された。 マントルはまた、高解像度かつ、最高レベルの詳細設定が使われるような状況を改善するために設計された。とはいえ、これらの設定は、GPU の計算資源に負荷をかけるため、API 層での改善は難しい。マントルは、GPU バウンドなシナリオにおけるパフォーマンスを改善するために、下記のような組み込み機能を提供するが、改善率は、 ゲームエンジンがマントルの機能及び最適化をどの程度利用しているかに大きく依存する。マイクロソフト i n d o w s 用のドライバー、AMD カタリストでのみサポートされる。対象となるハードウェアは GCN アーキテクチャを採用した APU 及びグラフィックスカードに限定される。下記に一例を示す。ありがとうございます。